フランカ。あら、定期健康診断だったんでしょ。どうだった？相棒の予定を欠かさず覚えてくださってるなんて、さすが優等生様。フランカ、そんな顔しないの。特に変わりはないわよ。いつも通りな感じかしら。それならよかった。優等生様にそんな風に心配してもらえるなら、この病気も悪くないのかもしれないわね。フランカ、体のことはたとえ冗談でもそんな風に言わないで。真面目ね。大丈夫よ、冗談を言ったくらいで体調は変わらないから。もういい。あちゃリスカム、ごめんって。ほら、機嫌直して。